どうも大吉です。また少し間隔が空いてからの動画になりますが、今回はエントリー開始直前、最強決定戦のオーダー紹介をしていきたいと思います。はい、こちらリーグ勢にとって各シリーズ3回やってくるお祭り的な期間の第1弾、リーグ別、そしてコストの最強決定戦。明日の12月2日からエントリーが開始され、12月5日月曜日の午前9時から大会がスタートします。興味がある人がいるかどうかは別として、今回僕が最強決定戦に挑むオーダーを紹介していきたいと思います。せっかくですね、リーグ最強を目指すと豪語して YouTube を始めたので、恥をかいてでもリーグ関係はなるべく記録していこうと思います。それでは行きましょう。はい、というわけでオーダーを組んできました。今回自分はパ・リーグ最強決定戦にエントリーします。はい、まずオーダーのステータスなんですけども、チームスピリッツは9840、そして三大コンボ上昇量は9791になります。最強決定戦に挑むいろんな方のオーダーを拝見したんですけども、リーグでも上位勢の方と比べると、チームスピリッツ最大コンボ量ともに約1000ほど低い数値にはなっています。正直に言うと、やはり自分のプレイスタイル、課金状況だとこれが限界かなというふうに思います。僕自身ですね、毎回がっつり課金してるわけではないので、大幅な戦力補強の機会というのは限られています。その限られた補強の機会で自分の狙い通りの引きができなかったっていうのが、チームスピリッツ最大コンボ上昇量ともに1000低い数値っていう大きな要因ですかね。それではざっくりですが選手を見ていきましょう。はい、まず野手オーダーです。オーダーに入れている選手はご覧の通りになります。通常のリーグオーダーでもそうなんですけども、やはり野手の方が補強があまりうまいこと進んでいません。ですので3700の選手が結構残っている状況です。野手コンボなんですけども、こちら周到精密ミート型8人、そして超安打製造機ミート A が8人以上、こちらは出せているんですけども、それ以外がですね、特にパワー系のコンボですね、こちらの大胆不敵もパワー型が1人足りませんし、あとは重量打線ですかね、こちらも2人足りていない状況になっております。12球団王道と違ってですね、パ・リーグの選手はパワー型が全然引けてないんですよね。ですのでこのコンボ上昇量ですね、約9800、こういう低い数値になっているのかなと、これが一番大きな要因でもあると思います。そして打順なんですけども、リーグオーダーを組む上で打順はですね、基本的にはミートとパワーの合計値が高い順に並べるのが王道となっているんですけども、今回ですね、僕のように、9800ですかのコンボ上昇量しかないオーダーになっているので、僕はですね今回右バッターが4人、左バッターが5人になってますので、ちょうどジグザグが組めるようになっております。ですので、奇数の打順に左バッターをミート、パワーの合計値の高い順、偶数の打順、2番、4番、6番などですね、こちらに右バッターのミート、パワーの合計値が高い順に並べてジグザグを組んでおります。はい、そして続いて投手です。投手の方はこちらは全員3800で固めることができております。やはりリーグと同じく3800は投手の方が引けています。でこの前頑張って引いたこちら小林弘之投手も極みにしております。そしてこの小林弘之投手をですね極みにできたということで、ちょっとコンボが助かっております。はい、投手系のコンボなんですけども、こちらみんなが出せる超変幻自在、こちらもほぼ全員と言っていいでしょう、出している超力戦奮闘ですね、こちらもほとんど出している方がいるんじゃないでしょうか。超剛腕投手陣 QA が8人以上のコンボですね。そして先ほど小林弘之投手を極めて良かったと言っていたのが、こちら小林弘之投手を入れることによって超鉄腕投手陣が完成しました。そしてこちらも小林弘之投手を極みにしたことによって出ました兼任不抜、甲斐コンボなんですけども非常に助かっております。といった感じでですね、投手に関しては、理想に近いオーダーになっているかなというふうに個人的には思っております。はい、以上がですね、簡単な紹介にはなりますけども、今回最強決定戦でエントリーしようと思っているオーダーになります。見ていただいた通りですね、野手の方が補強があまり進んでないということもあって、コンボの方では野手が大きく足を引っ張っているような形になっています。紹介している中でですね、正直に思った感想なんですけども、リーグ最上位勢の方たちと比べてチームスピリッツ最大コンボ上昇量ともによく1000程度低い数値で済んだなというふうに思います。個人的にはですね、チームスピリッツはともかくですね、最大コンボ上昇量1000差というのがどのように転ぶのか、個人的に注目しながら期間中過ごそうと思っております。はい、というわけで今回は11月5日から始まる最強決定戦に挑むオーダーの紹介でした。相変わらずですね、拙い説明だったと思うんですけども、いかがだったでしょうか。今回オーダーは紹介しましたけども、これは最終決定のオーダーではなくてですね、最低限のオーダーになります。実はですね、まだシリーズ2に完全移行してから貯めている契約書を開封してないんですよ。おそらく明日の更新で通常追加があると思いますので、明日引いて補強ができれば入れ替える可能性があるということをお伝えしておきます。その契約書開封についてはですね、また動画にしたいと思っておりますので、仮にそこで補強ができれば日曜日か月曜日に最終でエントリーしたオーダーを紹介したいと思いますので、楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。また皆さんのオーダーの状況、どの最強決定戦にエントリーするかもぜひコメント欄で教えてください。特にコストリーグに個人的にすごい興味がありますので、コストリーグにエントリーされる方は特にですね、普段の補強の仕方も教えていただけると嬉しいです。というわけで今回も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かった、最強決定戦頑張れという方はですね、ぜひ応援のチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Twitter もやっております。最強決定戦期間中はですね、こまめに状況もツイートしようと思いますので、フォローお待ちしております。概要欄にリンク貼ってます。前回の動画に続きですね、私事ですがようやく落ち着いてきましたので、動画の更新頻度も徐々に上げていこうと思いますので、次回の動画、そして今までの動画もぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。